排鉄ザクロ石は鉱物の一種。和名の通り、カルシウムと鉄に富むザクロ石で、化学素性は CA3FE3 プラス23。結晶系は陶軸小系。ザクロ石の中では、最も希少なグループとされる。ジャモン岩中に産する。また廃盤ザクロ石と共に、スカルンに産するスカルン鉱物でもある。黒色の変種である二つのチタンザクロ石も、 ハ鉄ザクロ石に属する。肉眼での区別は不可能と言えるほど外見が酷似しているが、成分的には鉄とチタンの含有率が異なり、チタンの比率が鉄を上回ったものを小マイと上回らないものがメラナイトとなる。多くのザクロ石と同様に透明度の高いものは宝石として利用される。とりわけクロムを含んだ緑色の変種のデマントイドはアメリカなどで人気が高い。 ダイヤモンドに似たという語源を持ち、光の屈折率と分散値の高さが特徴。また黄色のものはトパーズに似たという語源からトパゾライト、もしくはイエローデマントイドと呼ばれる。ロシアのウラル地方やイタリアのロンバルディア州など、ジャモンガ岩系の交渉から算出した、ハ鉄ザクロ石はしばしば石綿のインクルージョンが見られる。繊維状であることを馬の尻尾になぞらえて、 ホーステールと呼ばれ、透明度や輝きを阻害せず、かつ見栄えの良い円形や放射状のものは、高値で取引される。もっぱら、デマントイドの特徴とされるが、同じ交渉から算していれば、トパゾライトや褐色の排鉄ザクロ石など色を問わず見られるもので、ある。なお、ナミビアやマダガスカルなど、スカルン交渉から算した排鉄ザクロ石には、ホーステールは見られない。このか。 ラメラ構造を持つことで表面に虹色の光沢を呈するレインボーガーネットという変種も存在する。メキシコのソノラ州で産出したレインボーガーネットは排鉄ザクロ石の層と排番ザクロ石の層がラメラ構造を形成している。また、メキシコ産とは異なり純粋な排鉄ザクロ石に近いタイプのレインボーガーネットが日本国内でも発見されている。ありがとうございます。